やっほー、せやです。今回また面白いこと思いついちゃいましたで、何をするかというとね、年末でもうちょっと仕事忙しいからちょっと実家帰って集中してやるわって言ったら、どんどんとすぐくと思いついちゃったんでやろうと思いますなんか年末ってめちゃめちゃなんか忙しくなるじゃないですか。なんかうわなんか仕事納めじゃないですけど、なんかやることってたぶんあると思うんですよ。で現状ちょっと僕もちょっといろいろあって、まあ片付けてはいるんですけど、やっぱり忙しい忙しい忙しいみたいなアピールをして、ちょっとうざいですけど、でそれをして急になんかバーッと支度して、ちょっとここじゃ集中できないからちょっと実家に一人で帰ってちょっとマジで仕事終わらせろって言ったら、こうしようそうだなと思ったんですよなんかもうここじゃとりあえずできないみたいなこと言って、とりあえず行くって言います。でもう速攻支度してバーッて出るので、もうにっちゃんにその準備させる隙も与えず、僕はちょっと行こうとしたら、なんか可愛い反応とか、なんか面白いの撮れるかなと思うので、ちょっとそんな感じで今回くだらないなってこと思います。終わんねえマジで。ああ、目いてる。ああ目いてマジで。ああ終わんねえな、どうしよう。やべえ終わんねえ、やべえりっちゃん終わんねえよ、どうしよう。終わんねえ。終わんねえマジで。終わんないの？終わんねえ。くそー、結構いっぱいあんだよね。あのどんぐらい残ってんの？あと5件ぐらい。うーん、結構1件時間かっちゃってっからさ、うん、いやーなんかな、あと編集とかもあるから結構やべえなもうでもさっきからずっとやってるもんね。うん、もうやべえマジで。なんか手伝おうか。え、なんか手伝おうか。あ、いいよ、大丈夫大丈夫、それは。え、なんか大変でしょ。いや大丈夫大丈夫、そこは大丈夫。終わんねえなと思って、どうしようと思ってなんだよそんな悲しい顔すんだよ。え、だってなんか手伝えることがあればやろうかと思ったけど、ない、私にはできることない。マジで、え、ないないそんな正直に言わなくてもいい。ごめん、しょうがないんだよ。でもどうしようっつって、もう余裕ね、ほんとに。いやーどうしよう、これも早く終わらせなきゃいけないの。まあそうだね、早く終わらせないとやばいよ俺も。いやマジどうしよう、ほんとにどうしようもできないよね。私がどう頑張って動いても力になれないでしょ。まあそうだな、まあでもしょうがないよないやでもちょっと待って、どうしよう、もうしょうがないやな、これもう。ないからちょっとあれだ。何してるの？いやもう多分もうずっとここにいても多分もう変わんないから、実家はもう行こうかなと思って。え、なんで？いやちょっとマジでやばい、なんかここ全然集中できないから。え、なんでよ、なんで急にそんな実家帰るとか言うの？いや実家帰るとかもうここだともう終わんないから。え、もうちょっと待って、なんだよ、待って急早まるな、急お化け、しょうがない。急にそんな帰るとか言わないでよ。帰るとかじゃなくて、何もう行かないと。え、じゃあどうしたらいい？ちょっと待って、もうとりあえずもうマジここにいてもうラッチ上がらないし終わんないから、マジで集中したいから、とりあえず一回もう実家っていうか一泊する、もうそこでガチで終わらせる。なんで？え、じゃあ他集中できない、マジで。なんで集中できないの？うるさかった？いやうるさいとかじゃなくて、もうなんかなんだろう、多分ここの場所がもうもう多分この頭が回らないから、ちょっと場所チェンジしないと多分ダメだと思う。待ってよ、え、待って、なんだよ、え、なんで、いいじゃん、頼むよ。いや、頼むえ、待ってよ、え、じゃ待って、ベルだってほら見てないといけないんだけど、今エリザベス猫なんだからさ。え、一緒に連れてくるベル。ダメダメ、もうこれベルもここにいてもらって。え、ベル一緒に行くよな。行かない、一緒に行くよな。行かないから、とりあえずもう、なんだ、重々承知の上です。だけど急にさ、でも終わんないんだもん。ここにいても多分もうだってさっきずっと
終わんないし、もうずっと言ってたじゃん俺。だから行かないと思う。え、だからじゃあ環境良くするからここで。環境がだからこの場所を変えた方がいい。もうだってもうこの時間だったらもうだからそのカフェとかもできないじゃん。だからとりあえず家に行こうかなと思って。いや一緒に行くよ。で一緒にでもだってあれしょ。一緒に行くよ。待って待って。いやじゃあちょっと待って。10分か20分待って。無理、そんな待てない。急いで無理。しょうがないよ。行かせてくれ。待って。分かってたから。10分か20分待って。なんで一緒についてきたいんだよ。行きたいからだよ。一緒に行きたいの分かったけど、ベル見てな。静かにしてるって、あの実家行っても静かにしてるからし。だからもうだってそんな格好で行けないじゃん。もうだ今すぐ終わったら分かったから、だから逆に泊まれて家にいて終わったらすぐ帰ってくるから、夜中だろうがなんだろうが。もうだ、えそんなこと言ったらもう。だしょうがないじゃん。もう終わらせたいんだもん。行ってくれ。いいでしょ。いいよね。行ってきていいよね。なんだよ。そんな急に言われてもさ、受け止められないよ。いやでも終わらせないと。だからここにいてもさ、もうずっと変わんないんだもん。しょうがないもん。とりあえず行ってくれ、俺実家。すげえ、なんか身長俺より小さいの。グレードボールみたいになって、ね、こんなにいっちゃでかかったっけ。だってりーちゃん絶対俺の部屋にいたらなんかポテチ食いながら寝転がってうむしーってなるだろ絶対。分かった。じゃあポテチ買わないから。ポテチ買わないから。だってとりあえずでも終わらせないといけないから。で場所も変えたいから。だって応援団必要でしょ。応援団やばい、ね、なんかどうやっての、ね、いらないよね。頑張れ頑張れ頑張れ。せいやってやったの。せいよせいよって。分かったから。どう、とりあえず行くから。もうこの格好でいけないじゃん。だから待ってって言ってるのに、あと10分か20分待ってって。10分も20分も惜しいから行くから頼む。なんでよ、行くんだよ。いいじゃん。顔ちけえよ。顔ちけえ。でもしょうがない。そんな急に。ただすぐ帰ってくるから。すぐ帰ってくるから。もうだからまあ玄関は分かるけど、もうすぐ年越しまで帰ってこないんじゃないかな。気づき使わないあ、でも行くからね、俺本当に行くの。本当に行くの。行くよ。行かないと。だってマジで終わらないんだって。だよ。急に行くっていうの。急に。あ、そうそう。10分20分かかっちゃうでしょ、だって。そうで、でも10分20分は早い方だよ。早く。でも行かないと。だって言っちゃうよ。あ、行こうだ。行かないで。じゃあ急いで準備するから。じゃあもう行っちゃうから、行っちゃうから。やばいよ。靴脱げ。靴脱げ。靴がちょっとついてる。靴脱げ。そんなに生きて。一緒に行ってもさ、邪魔しないかな。邪魔しない。じゃあ、りーちゃんやることないでしょ、だって。やることないでしょ。じゃあ、オブジェが石像になってくれるの、じゃあ。うん、だから石像になってみ。石像って何。石像になって石の場所が見えたら。どんぐらい行きたいかって説明して。すんごい行きたい。で、俺にそれアピールして、そしたらちょっと今、心にどれだけ、どれぐらい行って。どうやってアピールしてるの。いいか、どれぐらい来てんの、じゃあ、そんなに。もう行かないといけないんだけど、もう止めるんだよ。どんぐらい。そんな無茶ぶりよね。ついていきたい。ついていくから待ってて。今すぐ準備するから、ね、今すぐ。今すぐ。何秒じゃ。5分。5分ちょうだい。5分ちょうだい。あとじゃあついてきてくれるの。ずっと。行ってほしいんでしょ。行くから。行くから。分かった。どうしても行きたい。行きたい。じゃあどうしても行きたい。ちょっと言うことある。この時間が無駄だって。じゃあちょっと言うことあるけど、いい。はい。口。口。え？何？どうか。出ました。かっこいい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 。嘘でございます。最初から行く気なんかないよ。こいちょ腹立つんだけど。いやだから急に俺がね、支度してちょっと忙しいからちょっと実家帰るわってさ、どんな反応するかなと思ってさ、でちょうどいっちゃったパジャマってかさ、ルームウェアだったからさ、俺が一気に支度していったらさ、どんな反応するかって面白いなと思って、
もう行ってきたら。行っちゃう、行っちゃういいの？行かないんだろ。行かないでしょ、どうせ。すげえ笑顔だね。何よ。かわいいね、めっちゃこんなかわいい姿だったんだね。あ、言っちゃう、恥ずかしがり屋だね。かわいいね、ほら。おー、かわいいじゃん。かわいいね。じゃあ行ってきて、おー。行かないでしょ。行かない。じゃあもう上もならない。上がった。はい、じゃあみんなにバイバイして。バイバイ、お付き合いありがとうございます。また見てね。また見てね。バイバーイ。